あなたが指揮官？私に指図するなど10万年早いわ。でもまあ、チャンスをあげるわ。今日からあなたは私の忠実な下僕の一人となるのよ。この役立たずの下僕、クビにしてやるわ。ようやく私に届いたのね。このバカ下僕、どれだけ私を待たせるつもりよ。でもその努力に免じてこっちに来て私の手を取ることを許可してやるわ。はい、これからは私がついてってあげるんだから。ふふん、この下僕ありがたく思いなさい。今日は特別に私のパートナーとしてパーティーに参加することを許してやるわ。別に好きであなたを選んだわけじゃないからね。適当、そう、適当に選んだだけよ。わかった？この私に称賛を捧げることを許してやるわ。さっさと褒める言葉を並べなさい、この下僕。女王の進む道にある障害をきれいに取り除くのも下僕の役目よ。わかった？ふん、せっかく用意したパーティーなんだから、この無礼は多めに見てやるわ。私の寛大さに感謝しなさい、この下僕。うわスパイト、15センチ砲でこの不埒な下僕を死刑に処しなさい。死刑だ。これこそ女王である私にふさわしいステージだわ。さあ下僕、目を離すんじゃないわ。私のために最高に盛り上がっていきなさい。ふふん、営業に行ってきなさい、この下僕。このエリザベスの意向をみんなに知らせるわよ。私にひれ伏しなさい、この下僕。あれ、いつもとあまり変わらない気がするわ。こうした方が可愛く見える。素晴らしいわマッチレス、これで下僕も一からね。どこを触っているのよこの下僕、出禁にするわよ。アカシに作ってもらった新衣装よ、どうかしら。私の優雅な制服姿、この魅力の前にひれ伏すがいいわ、この下僕。下僕、部活はどれがいいのかしら。アイドル部とかうさんくさいのも結構あるわね。ベル、ケーキはまだなのかしら。下僕、あなたもネプチューンと一緒に手伝ってきなさい。オースパイト、これは一体メイド隊ってこんなに書類をチェックしているの？もう疲れた。メイドを体験するなんて言い出さなければよかった。もう見てないで手伝いなさいよ、この下僕。メイドのお仕事と公務、どっちも大変よね。手伝ってもらうわよ、この下僕。早くミッションをこなしなさい、この下僕。報酬ね、ウォースパイト、下僕に持っていくといいわ。下僕の代わりにメールを確認するわ。何が書いてあるのかしら。やっぱりエディンバラの紅茶は美味しいわね。下僕もどう？投稿の信念はお年玉を配るんだって。ロイヤルの女王である私の意向を母校中に示すいいチャンスだわ。もらっただけでいい気にならないで宣伝しなさい、この下僕。投稿のお茶を持ってきなさい、この下僕。エディンバラの入れた紅茶と飲み比べたいわ。
新年のプレゼントを渡すのって場所によって違う？ふーん。下僕が頑張って働いてくれるならいつでも褒美をやるわ。どこを触ってるのよこの下僕。財布を落とす呪いをかけてやるわよ。